新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか？俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つにはキリュウさんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。キリュウさん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。うん、俺の名前が入ってるチーム名、キリュウ会なんてどうだ。キリュウ会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあまあ、そりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ？キリュウさんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それとキリュウ会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなると、ただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。キリュウさんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか、キリュウさん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃ、そんな感じでキリュウさんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。キリュウさん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。
ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんはチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。ええ、それはちょっとヤバすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。街をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。やばいっすよ桐生さん、ジャスティスメンバーが大勢やってきました。いよいよお出ましになったか。まだそんなに多くはないはずだ。今のうちに叩いちまおう。そうっすね、派手にやっちまいましょう。よし、行くぞ。もうこんなにメンバーを送り込んできてんのかよ。ジャスティスの総メンバー数を考えたらこんなの序の口さ。これも倒せないようじゃ何も始まらない。知ってはいたけど、やっぱりとんでもない相手っすね、ジャスティスは。ああ、だが俺たちはそれを倒さなきゃならねえ。相手がどんなに強かろうがな。それが男ですよね。よく覚えてるな。まあそんなところだ。さて、雑談は終わりだ。お前ら行くぞ。おう、うっす。よっしゃ、やりましたね桐生さん、ジョーさん。俺たちも最低限の戦いはできるってことだな。ブラボーブラボー、ついてるね、乗ってるね。ん、この声はやっぱり矢野か。久しぶりじゃねえかジョー君よ。こんな田舎町に出戻りしちゃって哀れなもんだね。なんだこいつは。あんたが桐生とかいうおっさんか。どうもどうも、俺はジャスティスで敏腕プロデューサーをやっている矢野トールっていうもんだ。以後お見知りおきを。なんなんだこいつは。ジャスティス六強人の一人、矢野トール。六強人の切り込み隊長と言われてる男です。もともと窃盗や詐欺のスペシャリストとして有名だったところを岡田に引き抜かれたんです。今のジャスティスの軽犯罪担当ってとこですね。人を騙して裏切って金を取る、せこい男ですよ。おいおいおい、そりゃねえだろ。昔の仲間にえげつないこと言うね。それに俺は敏腕プロデューサーだって言っただろ。若い連中に金になる仕事を一生懸命プロデュースしてやってんだぜ。何がプロデューサーだ。お前のせいで何人牢屋にぶち込まれてると思ってんだ。おお、細かい。やだね、細かい男は。ジャスティスが潤ってんのはなんだかんだで俺が稼いでるからなんだぜ。おい、そんなことはどうでもいい。お前は俺たちを倒しに来たんだろう。まあまあそう焦るなよ。俺も長旅で疲れてんだよ。今戦う気力なんてねえんだ。それに何気に尾道に来たのは初めてだよ。ラーメンでも食って観光でもしようかと思ってんだよ。だからお前らを殺すのはもうちょい後にするわ。ちなみに今お前らが倒したやつらなんかほんの小手調べだ。これからうちの連中をガンガンつぎ込ませてもらう。まあそいつらと遊んで
せいぜいヘトヘトになってりゃいいさ。お前らがヘナヘナになったところを俺はちょちょいと刈り取らせてもらうよ。この野郎。俺は他の六強人の連中と違って頭がいいからよ。そんな感じでよろしくな。じゃあまあ俺が観光終わるまでは生き残ってくれよ。なんか頭にくるやつですね。本当に強いんすか？ああ見えて相当な実力者だ。対抗するためにこっちも準備しねえとな。なかなかしぶといね。矢野か。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが矢野トール。待たせたな、桐生さんよ。全然待っていない。おい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 、まあいいや。今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んでのどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教人の連中が早くしろってうるせんだよ。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの六教人の本気をお前らに見せてやるよ。首をきれいに洗って待っとけよ、バーカ。いよいよ次は矢野が相手ですね。ああ矢野は強い。だが俺たち桐生会も確実に強くなってきてる。絶対勝ちましょう桐生さん。ああ矢野通る、一筋縄ではいきそうにねえな。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。ああ、それじゃあ行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。おう、うっす。六強人の一人である矢野を倒せばジャスティスの力をかなり削ることができる。そうすればジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。ここで勝てればめちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう桐生さん。ああこれ以上あいつに好き放題言わせておくのも尺に触るしな。よっしゃお前ら、 We are 矢野トール。矢野トール、矢野トール、矢野トール。よし桐生会、出撃だ。行くぞ。おっしゃおっしゃ、行くで。よー、お疲れ様でした。よくやったお前ら。信じられねえ、数では負けてねえはずなのにな。もうお前の負けだよ矢野。ここは俺たちの大事な町だ。連中連れて出てってくれ。そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ。六教人にはよ、負けは許されねえんだ。負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ。だから俺にはここでお前らを倒すしか道はねえんだよ。お遊びはこれまでだ。六教人の恐ろしさはここからが本番だぜ。行くぞ。信じらんねえ。やったー、あの六強人の一人矢野を倒しましたよ。ああ
これでジャスティスもちょっとは焦るだろう。矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ、ジョー。お前はジョー、トランキーロー、焦んなよ。六教人の一人、内藤、岡田に並ぶ実力者です。まさか尾道に内藤が投入されるなんて。投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？元東城会四代目会長、伝説の極道、道島の竜、桐生一馬。え？東城会ってあの桐生さん、ヤクザだったんすか？昔の話だ。今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、キリュウって名字を聞いただけでピーンと来たよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、キリュウさん。ふっ、ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、桐生さん、トランキーロー、あっせんな。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもつまんねえよ。あんたの仲間全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。じゃあな。おい、あん？そこにお前の仲間が倒れてる、連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六教人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのことをとどめでも刺してやろうか。てめえ、ナイト。やめとけ、ナイト。相変わらずだな、ジョー。お前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ、てめえもじっくりいたぶって葬ってやる。ナイトか。